多分私は差別というかさ、理解をし合えないっていう構造はさ、ハンセン病だろうがゲイだろうが何だろうが、私実はあんまり変わんないと思ってて、みんなそれぞれが理解なんてし合えないじゃない。100人いたら100通りの思想があって、じゃあ何の障害もない、何のマイノリティでもない人同士であったとしても、相互理解なんてものは幻想であってさ、だからこそその理解はしできなくても存在を認めて、その相手の主義主張であったりっていうのも納得できるできないは別にして、認めるってことをし合うのが社会だと思ってるから、それを常に念頭に置きながらいろんな活動をする時代にそろそろならなきゃいけないのかなっていうのは、私も日頃こういうことをやらせてもらいながら思ってるのよ。だからその中でもやっぱハンセン病っていうのは歴史的に見ても一番それを象徴的に表している出来事であって、そんな隔離して人間を生活させるっていうさ、もう今考えたら恐ろしいことがその時は常識的に行われたわけじゃない。この人はハンセン病の何々さんですとか、この人はオカマの誰々さんですじゃない言える日がいつになったら来るんだろうな、私はいつになったらそういう人間になれるのかなって思いながら、なかなかなれないわねって思ってますよね、常にね。